レゼンツ東京タワーフェス2023に足を運んでいただきましてありがとうございます。司会を務めさせていただきます、慶応義塾大学4年北斎実行委員会の湯原さくらです。どうぞよろしくお願いします。さくら、この企画は毎年11月にこの近くの慶応の三田キャンパスで行われている三田祭をより多くの方に知ってもらいたい、そして三田祭を身近に感じてもらいたい、そんな思いをもとに始まった企画です。本日は慶応を代表するさまざまなジャンルのパフォーマンス団体の皆様にお越しいただいています。短い時間ではありますが、ここにいらっしゃる全ての皆様が慶応のパフォーマンス団体の魅力を肌で感じられることができるように精一杯頑張りたいと思っておりますので、最後までぜひご覧ください。それでは早速ですがパフォーマンスに移っていきたいと思います。まずは皆さん、最初にまず普段はどんな活動をされているんですか？はい、私たちはアイドルのコピーダンスのサークルで、アイドルコピーダンスの全国大会であるユニドルという大会に全国優勝することを目標に活動しています。はい、ありがとうございます。では本日のパフォーマンス見どころやこだわりポイントあれば教えていただいてもいいですか？はい、本日は、私たちが今着てる衣装を、私たちのサークルではいつも着てる衣装をちゃんと布を買って自らミシンを作っていつも作っています。なので衣装にも注目してみてほしいです。お願いします。そうなんですね。では衣装にも皆さん注目してご覧ください。では最後に65個と、はい、私たちは23日と25日、26日に企画ステージとメインステージに立たせていただきます。26日はさよならモラトリアム単独ステージですので、ぜひ皆様予定を空けてお越しください。お願いします。ありがとうございます。では早速パフォーマンスを行っていただきたいと思います。豪華なパフォーマンス3連続をぜひお楽しみください。
一人が本当にかっこよくて涙が出そうでした。とても釘付けになりましたね。ミタ祭でのパフォーマンスもより楽しみになりました。以上をもちましてミタ祭プレゼンツ東京タワーフェス2023は終了となります。豪華な代表慶応を代表する豪華なパフォーマンス団体によるパフォーマンスメドレー楽しんでいただけましたでしょうか。こちらのパフォーマンス以外にもキッチンカーでの出店やミタ祭の名物福引きですとかミタ祭 PR ブース、キャンドル作り体験などは今までこれからもやっておりますので、ぜひこちらもお帰りの前にお立ち寄りください。 Thank you for coming to Tokyo Tower Fest。 ミタ祭プレゼンツ東京タワーフェス2023終演後のお礼メッセージになります。さよならモラトリアム、さよむらさんの出演されました皆様です。ミタ祭2023に出演予定の内容になります。セットリスト2曲になります。パフォーマンスステージ内容になります。出演されましたメンバーの皆様です。当日いただきましたチラシになります。